はいそれでは伊沢さん今日はですね例の対決非常に伊沢さんの評価の高かったキャロウェイの「ジョーズ・ロー」そのグラインドが非常にタイガーのグラインドと似てるんじゃないかというお話がありましてそのぜひ対決を見たいというこれも視聴者さんのコメントいただきまして我々もちょっと興味があったもんですけれ 同じようなねフェース面だけノーメッキ、はい、リーディングエッジを、まあ、落としたグラインド、うんえー、で、えー、タイガーのグラインドとキャロレ・ジョーズローの W と Z ソール 2>,、うん、で2つも、えー、伊沢さんが大変評価が高かったやつなんですけれども、はい、それの対決をしていいいきたいと思います、はい、ちょっとこのシチュエーションをまたどういう対決どうやっていきましょうかそうですね、まあ、ちょっと、まあ、スピン系の ちょっとメインの対決をできたらなぁとは思うんですけど、えー、距離的には、えー、約多分36ヤードぐらいですかね。今日はですね伊沢、はい、さんね対決なんでね一応これで全てが、はい、えと決まるわけではないんですけれども公平、はい、を期すために。はい それぞれ三球ずつ打っていただいて、はい、計測したいと思ってああ、なるほどですね。はい、あのそれは分かりやすいですね。うん、はい。でもちろんそのインプレッションというか感想は感想でお聞きして、はいえー、対決は対決。はい、でどれがいいかはこの動画を見て、はい、視聴者さんがご自身でご判断してくださいと。はい。 いうようなあの感じでやりたいなと思います。まはい、了解しました。距離が36ヤードぐらいですね。ここからエッジまでがえっとピンエッジでそうですね15ヤードぐらいはい。でそこからまあ20ヤードぐらい20ヤードちょっとあるかなっていう感じので打つ場所がちょっと左足下がりで一応まあ三段グリーンっぽくなってるんですけど。そうですね。それの一番奥の ピーチで、あとはやっぱ段がこう登ったところにこう切ってあるようなそうですねでどこのピンポジションもまあ難しいところにちゃんと切ってあるなっていうっていうところですよね <laughs> ここはねはい了解ですじゃあ、えー、とそれぞれはい、はい、うん、やっていきたいと思いますんでじゃあますか。じゃあ逆にタイガーからいきましょうかタイガーからいきましょうか、はい、ねうん 一応これもう条件を揃えるために、うんはい、キャロウェーさんも新品でこれ用に60度用意していただきました。はい、ありがとうございます。もちろんタイガーも、はい、ニューウェッジ、はい <laughs> えー、MG3 の、はい、おー2022年バージョンですね。はい、の60度。はいはい。はい、これ一球一あい三球って全部測る感じですか。いや多分伊沢さんだったら当たっちゃうでしょ。はい あじゃあ1球,1球,1球ずついきましょうはいかりました、はい、私は走りますんで、はい、<laughs> これいい運動になるな、はい、<laughs> 全力で走りますはいわかりましたお願いします <laughs> 九十九かな。見えますか。数字。九十九。九十九センチです。はい。かえ <laughs> さん、こっちに一時が戻ってきてくれるんですか。<laughs> はい。あ、ずっと向こうにいても一緒か。の方が。 効率いいね。そうしましょす大きな声で叫びます。<laughs> はい。はい。九十九。 ねえ99 <laughs> 本当ですか <laughs> すごいよ <laughs> まさかの <laughs> 184 18はいえっと平均値はラストでいいですかやるのは今出してもらった方がいいですああとでちょっと出しましょうかはいわかりました、うん グラインドはえっとロッカロウェージョーズロー六十度 Z ですね。Z はいお願いします。 手前ってことですよね、じゃあ今ね。今、うん、手前なんだなあれが。 219はい 203203はいえー、これでグラインドはえっ、ー、と W グラインド W60 <で>度はい おお七、7 2 7 160 160はいうわ近い 3636 36はいちょっとじゃあ平均をはいこれでも伊沢さん面白いね他のちょっと出世しバンカーとか奥、はい、の,のロブとか距離短いやつやってみます

W がまあ一応結果的にはこのシチュエーションでははい、はい、へえ途中でうまいなって勝手に自分で言っちゃいましたけど <laughs> 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 まあまあこれ難しいですよですよね左足下がりで上りでで傾斜もちょっとありますからいやでもどれもなんかいい感じでやっぱりできたかなっていういや一番最初やっぱタイがね一発目だったからちょっと不利かなと思ったんですけど結構 いい感じで、だから揃い具合はキャロウェイもあのキャロウェイの W もよく揃ってたし、はい、タイガーのぐらいのもよく揃ってたし、はい、だからちょっとなんか意外でしたね。そうですよね。うん、結果的には、うん、うん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 うだ問題はここからなんですよ。問題はここからですよね。感覚的な話で言うと、はい、W が一番ではないという <laughs> 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 ということですよね。結果は W だったけれども、イザ、はい、さんの 実際に打った評価というか感想としては必ずしもそうじゃない、はい、ちょっとそこ聞かせてもらっていいですかそうですねやっぱ一番やっぱ良かったのはやっぱ「z」かなっていう感じです。ま、真逆のの答えが出ましたね、はい、<今> <laughs> その心は当たってやっぱこの芝からの当たっていく感じがやっぱ少し W の方がちょっとこう当たりが強いというか要は抜けがまあ悪いっていうふうな表現が。 いいですかね、はい、っていうのがまああったんで少し打ってて気になるんですよねそれがね、はい、当たりが強いことがそれが Z だとその当たる感じがあんまないんで嫌な感じがしないんでまあよかったかなとただ Z とタイガーは難しいところですね勝負的にはここが、まあ、タイガーか Z かっていうとこで、まあ、これ何が違うかっていうと タイガーののやつの方が、今ごめんなさい、このショットだけで、ね、僕はある程度分かっちゃうんですけど、うん、いろんなことでできるんんすよいろんなことができちゃうグラインダなんですね。で Z もできないことないんですけどそのちょっとこうばらつきがありそうだなっていう印象でただタイガーの弱点も僕が1個まあちょっとし打してる、まあ、これだけじゃなく僕があの今使わさせてもらってるやつでも1個あるのは。 他のウェッジよりもその代わり早く変えなきゃいけないんじゃないかなっていうのがなんかあります。耐久性耐久そうですね。あの耐久性だいろんなことができるんですけど、ただまあそれはできるがゆえ、故にやっぱちょっとこう。使っていくと新しい時とその使った時のここの差っていうのが出やすいウェッジなのかなっていう。今まあまさに伊沢さんも長期テストでタイガーのクラブも4月から使ってますから。はい まあ5か月ぐらい4か月5か月使った今日はテスト用にニューウェッジを下ろしました明らかに差があったそうですねでまあその4月の最初の方に僕の多分スピンの動画で多分このチャンネルでも撮ったやつが確かタイガーのグレーなのであれ新しい方と思うんですけどそうですね下ろしたてあの時の感じと今とっていうのを比べるとやっぱ違うんでだからやっぱり できるだけ早く変えたいなっていうかあの新しい感じの状態を早くやりたいなっていう感じになるんでそれがあるのかなっていう感じがまあしますかねまさにだからそうですねだからやっぱそういうのがでもその代わりが早く変えなきゃいけないだ多分タイガーも早く変えてるっていうのはそういったところなのかなっていう。ということですよね、はい、うちはタイガーグラインドあの買いだめしてますから。<laughs> ここういういとできまなのでその辺をだからどう捉えるかっていうのが、はい、あ,のあるとは思うんですけどなんかそれがそうかおも、はい、面白いねある,、はい、ある意味やっぱこれはちょっとそういう一般のハマチュアがやるってなるとなかなか難しいのかなという、ねはい、これちょっとちょ違うシチュエーションでも試してみたいんですこの対決、はい、何がいいですかねそそそうですねそれこそじゃあ、まあ ロブとかもキャロウェイさんのやつ前回知らせてもらって強かったんでちょっとロブの感じをまあタイガーのやつは多分ロブとかやってなかったと思うんでですねはいロブ対決なんかはわかりました、はい、ちょっとショートロブをなんかできたらなとはい、はい、じゃあこの、えー、3本勝負、はい、もうちょっとワンステーションいきましょうわ、はいはい、かりました、はい、じゃあとりあえずこの対決ではキャロウェイ・ジョーズローの W グラインドが優勝そうですねわ、はい、かりました、はい、ちななみになんですけどこれなんか 変な緊張感あります。あのなんか一級ショー同じような感じで。<laughs> そういうことですね、はい。なんでちょっとあの僕もプレッシャーあるんですけど。はい、責任感じますよね。そうなんですよ。<laughs> 買った人めっちゃ見てますよ。そうですよね。<laughs> なんでちょっとなんかそういう緊張してるんそうだなっていう感じでも見てもらったら <laughs> いいかなと思います。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。それでは伊沢さん。はい。えっと引き続きはい。テーラーメイド MJ スリタイガーグラインドとはい。キャロウェイジョーズローのはい。直接対決はい。 えー、これはちょっと状況とどういう勝負になるのか、えー、教えていただいてよろしいでしょうかそうかそですね、えっと、エッジまで5ヤードぐらいでエッジまでが5ヤードそうですねエ、はい、ッジからピンまでも5ヤードぐらいあっていわゆるグリーン奥ですよね奥で,すねでグリーンもの、まあ、エッジぐらいからピンまでは、えー、結構な下り坂になっていてでラ,フはラフは逆面のちょっと深めな。 かなり深いですよね。ちょっと寄れますから、ねね、どれぐらい深いかとどれぐらい逆目かんな感じで。真上から見ないと分かんないぐらい、うんはい、まあこれだからよくあるシチュエーションですよねこれもそうです、ね、我々ラウンドしていてバーンと奥行っちゃいました、はい、奥のラフ入っちゃいましたそこからは下りですピン近いですラフがめちゃめちゃ深いという <laughs> はい難しいでの、えー、じゃ。 まあ、ローブショットこれもじゃあ先ほどと同じように、はい、計測をして、はい、平均と,あとは伊沢さんのインプレッションということでやりたいいと思います、はい、まずはじゃあどのグラインドからいきましょうか、えっと、タイガーウェッジか,か,からいきます。はい アンダーパーゴルフクラブこのチャンネルではですね僕の得意としているウェッジを中心とした内容になっておりますチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします